Democracy in the Middle East and free economic system has rapidly expanded the open economy. The Western nations, including the United States and Europe, heavily invested in the Middle East. The West monopolized Middle Eastern facilities and fuel resources. Threatened Russia revolted against the West. Russia founded the corporation Eden to compete in resource development. During this competition, a major volcano erupted in the Atlantic. A devastating tsunami destroyed nuclear power plants, creating a new resource trinitone from radiation and Yuma cities. Now, in crisis, Western powers form a federal state NAV. NAV and Eden go to war. Who will win this battle for resources? お、始まった。はい、こんにちは。ですね、今日はアイアンサイトっていう FPS かな、Steam ではないんですけども、オープンベータをやってるってことなんでね、ちょっと気になってプレイしてみました。で、初回ですね、先週も全然合ってねえな。まあ、FPS のチュートリアルなんてどれもこれも同じなんでね、サクッと終わらせてね、対戦の方やっていきたいと思います。なんか打てばいいのかな？なんか一応近未来 FPS っていうことで、なんかちょっと変わったね、武器とか未来的なね、ちょっとまあロボが出てるしね、そもそも。敵がロボなんでね。撃ちゃいいの？お？なんかいっぱい出てきた。すげえ出てきたな。なんかあれだな、そんなにサクッと倒せる感じでもないのかな。で、何？うん。あ、ヘリね。ああ、なんか、コールオブデューティー的な感じかな。めっちゃいるじゃん。おー。ガードセンチネル。すげえなんかあっさり倒せるね、これ。ガードセンチネルを倒せばいいの？さあ、味方と協力して。なんか横から敵を倒して。で、ああ、ついていけないのか。まあ、射撃と、まあ、あとなんかオブジェクトの使い方 F とかあるでしょ、どうせ。F とか E とか押せばいいからね、これ。押して。で、お、あの人置いていくの？しゃがめっつってる。C。なんだこれ。ああ。つかでちょっと、変えるか。あまりにも遅すぎてきつい。さあ、これで。ああ。ちょっと違うかな。あ、OK かな。よし、これで行こう。お、なんだ？バチバチいってる。あ、ガラスか、これ。ガラスをパンチして割っていく。走る。何これ？なんか押すの？また押すの？押して。さあ、押して走っていく。なんかドローン、ゲットスパイドローン、ユーズスパイドローン。なんだあれ。おっと、スイッチ？ああ、これか。はい、押した。なにこれ。
これ？なんだなんだ、あ、これか。エスコートドローン。エスコートドローンを？これデストロイオールターゲット。おお、あ、そっちか。そっちですか。グレネード。ほい。ちょっと待って、なんか上にいるやつが倒してしまうんだけど。うわ、跳ね返った。あと何これ倒したいのとりあえず。はい、倒してくー。あ、終わった。もうなんか F とか E とかね、押したりするだけだからね。もうさあ、もういい。もうこういうチュートリアルはもう OK。なんか取ったな。アンロック。はい、じゃあ早速ね。チームデスマッチかなんかあんのかな？プレイ、ミッション、マッチ、マッチでいい。お、いきなり始まった。早っ。え、こんな早いのマッチすんの？チームデスマッチ、ダム。ダムでプレイですね。じゃあ MP5 でも使うかな？初期武器かな？これ。おっと、この辺で銃声が、後ろ？どこだ？なんかパンパン行ってるぞ。まずマップがよくわからん。お、いたいたいた。敵がいた。お、やられた。あれ相打ちかなこれ。なんか125点って出てたし、相打ちっぽい気がする。さあ、進んでいこう。おっと？あ、奥にいる。奥にいる。うわ、つか右にもいる。なるほどね。こう、ダムがあって。うわ、一人いっぱいいる。まあやめようかな、こっち行くの。サブマシンガンだからあんまり正面で戦うような武器でもないかもしんない。さあ、人がいないところから裏を取っていく。こっち行きゃいいのかな？よくわかんないんだよな、もう。いまいちなんだよね。あ。おっと？上から？全然当たらない。はい。撃った。手前。よし。ああ、もう一人いたんだ。さあ、MP5 に、レッド、オープンタイプのレッドドットサイトをつけて。覗かなくても、近距離だったらね、当たりそうかな。いた。おっと？おっとっと？ああ。なんか、マップが見えなくなった。邪魔みたいなことやってんのかな？これ何これ？よくわかんないな。さあ、奥。もうなんか横から入っていこうかな。で、グレネード投げ込んでいく。ドーン。あら、倒せない。お、見られてるし。出てきちゃったよ、後ろから。やっぱこっちやめよう。さあ、また右の方。対象っぽいね。割と同じような。なんか、覚えやすいマップ、これ。結構覚えやすいぜ。さあ、右から？お、いっぱいいるね。サブマシンガンであることが悔やまれる。こういう時ね、あれだったら、ガスガスいけたって思うとちょっと悔しい。もうちょっと距離詰めた方がいいな。さあ、突っ込んで。おっと？いた。いた。後ろ。後ろ取ってる君。なんだかアシストになった。さあ、右から走って。お、さっきのとこいないね。いた。うわぁ。41対42。41か。さ、正面走って、左を見ていく。おっと？大丈夫か、あそこ。グレネード投げて。うわ、俺もなんか食らった。
よし。この武器は使いやすいのかな。うわ、いっぱいいる。3人に見られてる。なんか結構近未来 FPS って言ってたから、なんか知らない武器とかもやっぱあるよね。 MP5 とか K2C とかって実銃だけど。おお、俺だよ。おっと、右、一応構えておく。いない、いた。おお、アシスト。もう一個赤点。あ、後ろ。うおー、切られた。近接攻撃どこだ。ん？なんか位置入れ替わった？もしかして。うわ、なんかまだ慣れないな、この AM。 もうなんか覗く必要ないな、この距離だったら。さあ、よし。裏？おっと？後ろ？はい、倒してく。うわ、なんだ、固まった。わお。あ、俺もなんか使える。適当に。どこだ？この辺か？これどうしたらいいの？よし、そこでじゃあ爆弾を落とすぞ。お、ちょうどいい。うわー、いっぱいいるな。煙の中からガンガン撃ってくるよ。なんかね、ドローンとかの要素がね、近未来要素がね、なんか機械がいっぱいあるんで。ただ銃は実銃。なんか変わった未来銃みたいなもんは出てないね、今のところ。そして実弾である。さあ、真ん中突っ切っていく。ライフ、ライフ自動回復か。なくなってもちょっと休んだら回復するシステムですね。シャア倒した。後ろから撃っていく。さあ来い。あ、間違った。くそ、タイミング悪いな。一応倒したか。さあ、どこへ行こう。あれ、なんかもしかしてまた入れ替わった。また位置が入れ替わりましたか。なんかたまに変わるんだよね。2回目かな。おお、なんかいっぱい。あっちからグレネード。さあ来るぞ。あ、後ろ。お、危ねえ。まだいたか。この7番の、よし、なんとか倒した。7番のやつ使ってみたいけど、もう終わりそう。うわ、やれた。あ、終わった。ビクトリーだって、勝利。まあなんかそのドローンとかキルストリーク的なやつが未来的な感じなのかな。もうなんかアタッチメントもそうだ。さっきなんかチュートリアルでやってたアタッチメント、まあああいうのあんまり見たことないんでね。あの辺もなんかそういう要素なのかな。まあ普通な FPS ってコールオブデューティー的な感じでしたね。さあ問題はこのゲームに MP7 があるかないかなんだよな。ちょっとね、武器とかもいろいろ見てみます。